週日いよいよ12レース優勝戦を迎えます、えー、今日は追い風より左横風が2メートルから3メートル程度の水面コンディションで争われてきました、えー、今日うは逃げもですが満州圏もいくつか飛び出していましてこの12レースはどうなるでしょうか1号艇は君島修造選手、えー、ここまでオール2連隊予選トップ通過からしっかりと勝ち上がってきましてここボールポジションとしてきました え3号艇には中澤和史選手、そして大外枠、6号艇には上田健太選手、チルト2.0としてきました。間もなく出走です ショートレース下関海峡ドリームナイター7周年記念カモン FM カップ4日間のショートシリーズは優勝戦第12レース開始を迎えます対戦メンバー1号艇君島修造2号艇伊藤恵造3号艇中澤和志4号艇武田和也5号艇森野正弘6号艇上田健太以上6名ですチルト2度に跳ねてという6号艇上田定段離れて 6コース、そのほかも1、2、3、4、5と枠なりの構えで人気1号艇、君島修造です、1コースさあフライング一本持ちではありますが船橋的には十分手応えを感じています出足関係良好ならば押し切り優勝をという青写真人気のイ線です2コースは2号艇、伊藤慶三そして3コース、3号艇、中澤和志相手として注目。 こちらは船足的には満足はいっていないようですが何といっても裁き断然の期待が集まっています4コース後方か4号艇、武田和也に地元で外枠からでもさあ優勝目指しての戦い5号艇、森野正弘5コースそしてデビュー以来初 V をかかってチルト2度は6号艇上田健太大外6コース優勝戦第12レース枠成3対3で1番、2番、3番4番、5番、6番スタートしてきました。 さあそれぞればらけたスリットですが1号艇の君島が先に回るか3号艇中澤まくってこの両者による一騎打ちも1号艇君島受け止めながら逃げますあとは3番手争い2号艇伊藤わずかに優勢4号ほぼ横並びで追いかけてスタートは前提正常でした1号艇君島の逃げ2艇指をのリードです2番手は3号艇中澤で3番手から2号艇伊藤内から接近も3号艇中澤がかわしながら1号艇君島にまで少し迫る勢いの3号艇 中澤ですがわずかに1号艇君島リード3番手、一気に上がったのは4号艇、武田の1、3、4、2周目。 2番5番3番手争い最後方6番最です1号艇君島、1停止のリードを取りながら2周1マーク2番手3号艇中澤そして3番手2号艇伊藤が先に回って4番5番それぞれ差す展開も4号艇武田がさばきながら3番手ですさあトップと2番手1号艇君島追いかけているのは2番手3号艇中澤、定間わずか2停進3番手も2停止の4号艇武田が抜け出しての1、3、42周2マーク1号艇君島トップで前回2番手3号艇中澤3番手は4号艇武田上位3艇は1、3、4 1>, 1番、3番、4番でレースは最終周回です3号艇、中澤あたりさすがは今シリーズ優勝戦が一番船橋警戒かというムードは感じさせていますがそれでも1号艇、君島がリードを取りながらトップで最終1マーク旋回2番手、3号艇、中澤3番手は4号艇、武田が先に回ってキープです1、3、4で最後の向こう上面を通過していきます。号艇君島 とっては昨年9月の鳴門以来通算35回目の優勝は目前最終ターンマークトップで前回2番手、3号艇中澤和志3番手、4号艇武田和也の意地3、4第12レース優勝戦1着は1番、君島優勝のゴールン2着、3番、中澤ゴールン3着は4番、武田ゴールンあとは5番の森野そして2番、伊藤とゴールンラストで6番、上田ゴールイン。